ではこれから自然言語処理のための機械学習と題しまして、丸山が発表させていただきます。で今回、初めになんですけど、今回はこの言語処理のための機械学習入門っていうテキストに沿って内容を説明していきます。で今回はこの数学的な基礎知識の重要な部分と、あとはその文章および単語の数学的表現というところを取り上げていきます。で今回は必要な数学的知識として最適化問題を取り上げていきます。で最終的に説明したいのは、この最後の等式制約付き凸計画問題っていうものなんですけど、それを話すために定義として最初の2つを説明していきます。で凸集合、で凸集合っていうのは端的に言うとへこみのない集合ということで、数学的に記述するとこのような感じです。で集合内の任意の点を結ぶ線分が自分の集合の中にある、ではみ出ていないということを表しています。でこの凸性っていうのを関数の中にも取り込んで、凸関数っていうのを定義します。でこれもさっきの話と大体同じで、自分の点を2点を結ぶ線分が自分の関数よりも上にあるっていうのが凸関数です。でそれを逆にしたのが O 関数で、2つの性質がほとんど類似していることから、これを2つをまとめて凸関数っていう場合もあります。で凸計画問題です。で凸計画問題っていうのは、目的関数が凸関数で実行可能領域が凸集合である最適化問題っていうもので、で具体的な例としてちょっとここのあるように、ある目的関数の最大値、目的関数 fx の最大値を求めたとして、でしかしその制約条件として gx イコール0っていうものを満たしている必要がある。でこういう時にどうやって解いたらいいのかっていうので、ラグランジュの未定乗数法っていうのが知られています。で天下り的に説明する とこのラグランジュ関数っていうものですね、目的関数とあとその未定乗数と制約条件の積で示されるラグランジュ関数を変微分して、この連立方程式を満たすような解がこの凸計画問題の解であるというものです。でこの連立方程式がどういうところから導かれたのかっていうのを説明します。で制約、ちょっと左の図を注目してもらいたいんですけど、制約条件がない場合っていうのは、目的関数が fx で、最大値はこの a 点ってなります。しかし制約条件が与えられていることで、この左の図でいうと b 点が最大値です。でこれは左の図だとその制約条件と目的関数が接している場合なんですけど、右の図のようにもし目的関数と制約条件がクロスしている場合っていうのは、この B 点よりも別なところに最適解があるので、こういう交差している場合っていうのは最適な場所ではないっていうことが分かります。なので、この左側のような状態を満たしている、最適解であるにはこの左側のような状態を満たしている必要があって、でそれっていうのはこの目的関数の方線ベクトルと制約条件がの方向が一致している、平行であるということです。でこれが、
その条件 でこの条件がまさしくこの第一式です。でその第二式はと多分見れば分かると思うんですけど、ラムダで微分しているので制約条件を満たしているということです。で次に文章及び単語の数学的表現というものを説明していきます。で機械学習を言語処理を機械学習に用いる際にはその言語表現を、数学的に記述する必要があります。なのでどういう方法で記述していくかというのを説明していきます。でこのような流れで進めていきます。最初に N グラムです。単語 N グラムというのは隣り合って出現した N 単語の集まりを表しています。で N に入る数字によって1だったらユニグラム、2だったらバイグラムというような感じになっていきます。で例文を見るとそのままなんですけど、1単語ずつに区切ったものと2単語ずつに区切ったものと、あとは3単語しかないんで全文というように、数字が大きくなるほど語順という情報が含まれているということが分かります。でまたこのダミーの単語というものを先頭と末尾に付加してあるということで、ここではその B と E で表してるんですけど、これによって先頭がの単語がどうであるか、末尾の単語が何であるかっていうのを表すことができます。で文字においても単語と同様で文字で区切っているという文字で区切っています。で実際に文章をどうやってベクトルで表現するかということなんですけど、文の中に含まれる単語の頻度を使って文章をベクトル表現します。で例文から、分かるように、そうですね、文章の中、文章を単語で区切って、でその中をその数をカウントしてます。でこれをバックオブワーズって言って、での区切ったことによって語順の情報がなくなっているということがあります。で次に単語のベクトル表現です。でそのベクトル表現の前にちょっと言葉を定義したいと思います。で単語トークンっていうのは出現した一つ一つの単語を指す用語です。でそれに対して単語タイプっていうのはその出てきた種類を表している用語です。で例文に示すように、同じ単語トークンっていうのはこの出てきたそれぞれの数で、タイプっていうのは重複を除いているものです。で実際にその文で出現する単語をどうやってベクトル表現するのかという説明をします。でその単語トークンはその単語、その表現したい単語の周りによってベクトル表現をします。で例文に示すように、今回は単語その飛ぶっていうものを、高く飛ぶにはまずかがめっていう飛ぶをベクトル表現するときに前後の1単語トークンを用いて表現するとこのようになります。でこのその今の例文ではその前後1単語トークンっていうのを考慮していて、その考慮する範囲を文脈窓と言います。
で単語タイプはその複数の文脈窓内でどんな単語が何回出現したかっていう情報を用いてベクトル表現します。でこの例文ではナッシングっていうのをベクトル表現するときにその直前と直後の1単語トークンの位置によってと表しているものです。でそのナッシングの前 に何があるか後ろに何があるかっていうのでと表しているのがこれです。で以上で終わります。